寒いからブランケット寒私の枕カバー可愛いでしょ見てこれ私がママに買ったのお母さんにプレゼントしたんです お母さんにプレゼントしたやつ帽子かわいいそうベレー帽お母さんにプレゼントしたのママにクリスマスプレゼント <laughs> きょんさん、ありがとうございます。埼玉のおじいちゃんさ様、ありがとうございます。ヤッホー、みんな、何してるんだい。科学大佐さん、ありがとうございます。ーママにプレゼントした。 怖いよねこれそうなんかあのー、なんだっけクリスマスマーケット横浜のクリスマスマーケット横浜のまあまあとりあえずクリスマスマーケットに行ったんですねそしたらなんか入場券が必要でなんかその当日も空いてたら当日券で OK みたいな。 で当時なんかのチケットとか何もなしにフラッと行ったらなんと入れなくてそうでその入れないからそのなんかちょっと外その入場の入り口らへんにちょっとだけなんかねこういうリースが売ってたりとかあとなんかちょっとした食べ物が本当に5軒ぐらいバンバンバンってキッチンカーが並んでてそこで買いました。 そう本当はね何も買うつもりなかったんだけどなんか入れなくて悔しくてなんか買って帰らないとってなんか謎のねなんかあのあれが出てきて買いましたなんかいっぱい迷ったんだけどこれチェックなの実は見てこれチェックなのこれがほら AKB っぽいなと思ってこれにしましたでママがこういうの結構好きだからママにプレゼントとして先ほど渡しました したら飾ってくれましたこのショールームが見える位置にライムさんありがとうございますマコリンさんもありがとうございますねコロナそう多分ねコロナの影響だと思うなんかね人が多すぎるから多分そうなんか陰性証明書とかもないといけないらしいオタさんありがとうございますロビンさんもありがとうございますそうなの クリスマスマなんかさ今年全然クリスマスって感じしないんだけどどうしたらいいみんな助けてなんかクリスマスって感じしないなんか去年とかは結構「なんかクリスマスイエイ楽しむぞ!」って感じだったんだけどなんか今年は何だろうクリスマスに特にあのお話し会以外の予定を立ててないから。 そう、マライア・キャリー流しまくるえっ流しまくってんのよでもなんかその夏から私結構ね夏にずっとマライア・キャリーとか聞いてたりとか「ラース・クリスマス・ I gave my イ・ e イ・マ・ハ」とかずっと聞いてたのねそうもう聞きすぎておかしいのなんか今日キャンドルでも炊いて 今日キャンドル焚いてクリスマスソング流そうかないやでもまだ20待って明日クリスマスイブじゃんどうしようサンタ来るかなサンタさん来るかないや来ないと思うえ来るかなえどえ来ないと思う多分来ないと思うだって去年も来てないもん来てない来てない去年も来てないもうなんかさプレゼントもうもらえないからさサンタさんから。 だだから多分もう、うあれなんだと思うクリスマスあんま楽しみじゃないんだと思うなんかクリスマスマのの時期が好きなのなんかみんながすごい幸せそうなカップルの人がいたりとかを歩きながらこう見たりとかあとはね結構イルミネーション街がキラキラしてるのが好きだからなんか結構クリスマス大好きっていう感じだったんだけどなんかなんだろう,うーん。 なんか今年イルミネーションっていうイルミネーションにあんま出かけてないかななんか行ってるんだけどって感じ行ってるんだけどもうザイルミネーション読売ランドのイルミネーションみたいな感じのやつに行ってないからなそうそうそう <laughs> ねディズニー行きたいカーク・タイズさんありがとうございます 寒いから外に出たくないねそうなのよ寒いから外に出たくないっていうのもあるな今日すごい風強くてびっくりした寒いからさもう髪の毛が風になびきすぎてボサボサになったよもう帽子かぶってたからいいんだけどさこんばんはイルミネーションいつも言ってるイメージあったええ、そうだよねイルミネーション ってんだけど、今年もでも日比谷のやつ東京きの大手町ロードとどこ行ったっけえどうだろうあでもほかにも2個ぐらいいったかな六本木のやつ行ったかな なんかザ・イルミネーションだから読売に行かないとやだ読売行きたい読売かディズニーランドに行きたいなすげりんさんありがとうございますそうなんかねどうだろうクリスマス感ないクリスマスマ感ないないツリーの飾り付けあー確かにツリーの飾り付けにしたかった ツリーの飾り付けまあ確かにツリーの飾り付けだね多分いやどうだろうなんか目に目ゴミ入ってめっちゃ痛いいやツリーの飾り付けしたかったねもうやっぱツリーの飾り付けしないとなんかクリスマス来たって感じしないかもみんなする今年クリスマスって感じロビンさんありがとうございます 天使ありがとうございます今日高速静岡あ静岡県辺りで富士山が最高に雪景色もういいね富士山あーいいねーでもなんかお正月楽しみにしようかな次でもお正月もさ家でダラダラ過ごすんだろうなえ2425どうしたらいいかな私どうしよう25は予定あるのよあ予定あるなんて本当にごめんなんかさえ みたいな今思ったよ、ね、なんかあんまり意識せずに言っちゃったごめんお母さんとぶっ壊れたネックレスを修理出してそれを取りに行くっていうあの用事なんですけどみんな絶対今ドキッてしたよねもう言い方めっちゃ悪かったごめんなんか心配させるようなことを言ってしまってもう本当に申し訳ないんだけど私が引き,引きちぎっちゃったネックレスと引きちぎったっていうかなんかちぎれてたんだよね見たらちぎれててあとお母さんも ハイネックを着ててそのハイネックだったらネックレス見えないからこの外側でネックレスしてたんですってそしたらこうやって脱ぐときにネックレスのことを忘れてパンってやったらパーンってはけちゃったらしくてで2人ともほぼ同じタイミングでネックレスが壊れちゃったからあのネックレス屋さんなんか修理屋さんみたいなところで行ったんですよ。 だから私のプレゼントはそのネックレスかな自分で壊したネックレスを取りに行くからそうだからお母さんとしか予定ないわ25明日はもうないしケンタッキーの予約したから意外とクリスマス感えいいないいなカークタイさんありがとうございますえいいな私も えなんかさプレゼントっていいよね私もプレゼント欲しいなんかプレゼントっていいよねプレゼントってマジ嬉しい普通にうんなんかクリスマス感ないのなんかクリスマスうちどう何するんだろう今年なんか食べるのかなご飯なんかクリスマスっぽいのするのかな クリスマスイブやわくない ?We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas and a happy new year.Good tidying to you and a heavy to us.Good bye and for Christmas and a happy new year. って感じでしょ なんか、え、ケンタッキー食べたいのクリスマス明日の差し入れ楽しみ何だろう豪華そうじゃない帽子可愛いだってありがとうベレー帽ベレー帽明日お話し会だよみんなお話し会楽しみコスプレ はクリスマスイブイブに逮捕される人がいるんだなんて言ってんだろう止まってって言われてんのかなえあれって救急車だよねあ救急車じゃないあの警察だよね ピーポーピーポーンって逃げてんのかな今何したんだろう何した止まってくださいって言われてる多分今めっちゃ焦ってるよ多分今運転手えなんで逃げるんだろうお金がなんかでもさあれだよね捕まってもさその時に現金なかったらさまた署にも来てくださいみたいな感じになるんだよねだったらね逃げる意味ないのにねもう点数やばいのかな 免許の点数やばくてもう「ここかれ出いやられたら俺の人生おごりだ!」ってなってもうあ消防車消防車かえむずいねパトカーと消防車と救急車3つのサイレンのあのー、見分け方ってどうするのえ,えなんかさなんか見たら分かるじゃん街でさ見たらさあなんか白いやつは あの病院のやつで赤いやつは消防車であのまあパッ警察はあるやん、ね、ど,どの音がどれなのかあんまわかんないでも見たらわかるよ見たらああれの音はあ,あれだ救急車だみたいなわかるけどさそのみみ見てるからその音だけで判断できない。 一瞬逃げれると思うんだよねえ <laughs> ね待ってそれやったことある一瞬逃げれると思うんだよねだって <laughs> やったことあるんかいやったことあるんかいもしかしてえみんなさ捕まったことある <laughs> 捕まったことあるのかなその高速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 違反じゃないやなんだっけ速度違反とか速度違反とかあと あの信号無視とかあと飲酒とかそういうので捕まったことあるのかなえあるんだえあるんだ犯罪者いっぱいいる犯罪者とか言ったら <laughs> 捕まるっていうのそれ スピーード違反あシトトベルト携帯電話しよう <laughs> ダメじゃんみんなめっちゃダメみんなめっちゃヤンキーやん <laughs> すごう運よく逃れてる <laughs> いや怖っこ,こういうの話していいのかなショールームってバウンされたらみんなのせいだからね私は悪いことしてないもん全然な私してないただなんか聞いてみただけ。 ええー、速度違反え免停え、めっちゃみんなすごいじゃんやらかしてる結構でも普通なのかな <laughs> ね、何が普通なんだええー、速度違反したことあるんだお金より点数が痛いだってえそのさまあ例えばさ速度違反するとし,たするしちゃったとするじゃんまあダメだけどダメだとして やっっちゃったらさ、そののお金だけ払うのそれともお金払わないって言ったら点数引かれるってことどっちなんだろうえどっちもお金も払うしお金も払うし点数も引かれるのそれともお金払うからじゃあ点数引かねえ理由って言って引かないのそれともじゃあ <laughs> 両方だって。 お金払って点数もあ加点されるの減らされるんじゃないんだえー、両方やば3 0キロオーバーだと結構やばいあじゃあじゃあ4 0キロの道路で4 5 6 7 0キロとか出したらやばいんだえー ややだやだなんかあってるみたいな交通事故で罰金70万一発免許取り消し交通事故って1回でもやったらダメなんだ6点でえじゃあ6回悪いことしたら免許停止になるんだえー、えっえっ、ー、結構厳しいね <laughs> んうーんえー、どうしようえー、なんかさ私結構免許取りたいのねレイちゃんは運転に向いてないと思ってる <laughs> 運転向いてるよだってマリオカートめっちゃうまいもんめっちゃバンバンぶつけるけどそうあのー、バナナ投げるのうまいし全員転ばせれるいつも え、え、待って、私さ、もうそろそろ十八歳になるじゃん。<laughs> 免許取れるー。免許、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 免許取れる。免許。免許取れる。え、免許取れるんですけど。免許、免許、え、免許取れる、免許取れる。え、待って、免許取れる。 取れるえ私ね免許取りたいのよ理由はなんかさ東京にいるとさ使わないとか結構言うじゃないですかでも鹿児島にいたらめっちゃ使うの。てか鹿児島ってバスの時間がそもそもないのよとか電車30分に1本とかそんぐらいとか、まあ、いの田舎の方に行っちゃったら1時間とかとかもう車がないと不便なのねとにかく。もう交通機関であったとしてもその交通機関の降りた場所から徒歩30分とかめっちゃあるのね。だから 免許を取りたいんですよそう免許取れるのあ、免許を取りたいのよ私でもなんかなかなか通う時間がなさそうだよね,ねえライブタグハッシュタグサンダパンダ街を設定して配信しないとパンダ来ないえそうなのライブタグを サンあサンパンダまちえそうなのやったーサンダパンダまちえこれでサンダパンダ来るのあ投げれるってことこれでハッシュタグしないとえ初知りありがとうございます教えてくださってえ知らないとこだった危なー なんかこのなんかねポイントを達成したら何だっけ50万ポイントとかだったかな忘れたけど30万ポイントとか,なんかそういうポイントでなんかもらえるものが違うんだってでなんか私ねコスメのやつが欲しいんですよでも無理だよねポイント50万ポイントとかだったかな結構ポイントすごいよと思って達成できなそうって思ったんですけどサンタ待ちなのか えそうサンタ待ちって言っていいのかなこれなんか煽ることになるこれってと思ってなんかあれなんだっけレイちゃん運転似合いそうえ本当こうやってサングラスつけて運転する」え「え免許取りたい免許ってさどこライブタグつけて配信してるとライバーの元にパンダアバターが視聴訪問えー、何それ?」 パンダアボタンが出張訪問してくれるのえ、すごえ、さんえー、パンダ来たらどうするえ、パンダ来るの今からパンダさ、来るのパンダ来たらな何すればいいの私え、パンダさパンダ来たら何したらいいのパンダ来たら何があるの逆になんかもらえるのかな えそれでえパンダ来たらあパンダパンダめっちゃうるさいごめんなさいパンダパンダは何しに来るんだえ来るかな私のところにパンダ来るかなパンダさん来ますか私のところおいどんさんありがとうございますパンダ来るかしら んライブタグつけないとダメなんだねえテラップも変えないといけないのパンダさん来てとかえその場で抽選を行い当選内容をコメントにて発表豪華特典をプレゼントしちゃいますえー、何それ何それちょっと詳しく聞かせてくれパンダさん来てね パンダさん来てねでいいえー、その場で抽選を行うえすごいええパンダさん来てパンダ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 来るかな助手席が似合うだってえー、毎日じゃあ送り迎えしてくださいぜひ <laughs> でも私さ車てかね移動は車いいよねブケニゃンさんありがとうございますあハッシュタグサンダパンダ待ち」をつけるあそうなのなるほど。 どう,どうライブタグつけてるよサンダーパンダ待ちってサンダーパンダ待ちしたよおたさんありがとうございますえ来てほしい聞いて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 え来てほしい来てほしいパンダさん来るかな来るかなえ え、何だろうえどうしようポケットティッシュとかだったらどうしようサンタパンダが来るってことでしょポケットティッシュだったらどうしようえパンダ来るかなパンダの服とか持ってないわもうあパジャマあるけどねちょっともう洗ってないから埃かもあの押し入れの奥に入れてるやつだから え、パンダさん来てほしいサンタパンダ十二え八8時半から10時半え来るまでやろうかなえサンタパンダ来てほしいえ来てほしい来ないとかあるかなえあるよねえー、来るかなヌノさんありがとうございます一応目がいってるパンダアバターですほんとだかわいいんか三味線みたいなの持って来るかなだって来てほしいパンダ えパンダなんて来るんだろうサンタパンダですって来るのかなえー、早く来てほしいえー、どういうあれでえもう来てるメンバーいるのかな来てる人いるサンタパンダ町でオンライン部にパンダ町の人いっぱいいたえー、いやそうだよなえでもなんかこういう企画知ってるのかなみんな え、すごいパンダ待ちの人いっぱいいるえじゃあ無理じゃん来ないよえっ、ー、来てほしいですえ来ないとかあるんだえじゃああんま願わないよこんばんはあ来ないとかあるんだね全然。 明日朝からだからもう今日はね11時までに寝ますよでも私ちょっぴり大人になったんですよだから本なんて買っちゃったんですねリーダーは話し方が9割っていう本を買ったんですよきっちゃんさんありがとうございますスペース号さんもありがとうございますなんか前もねその話し方系のやつ買ったんですよ え、パンダ来るかしらパンダパンダさーんサンタパンダ来るかしらいやサンタパンダえサンタパンダでさその商品は何なんだろう商品商品抽選 設定してるる人少ないかから来るかもえー、でも結構いるらしい意外といるのかないないのかな今他の端末ないからわかんないかなまだ来てないよサンタパンダさんサンタパンダ町あ AKB グループは少ないんだえ来てほしいえ普通に来てほしいサンタパンダ 前回はアマギフとか。ええー、すごっ。普通にすご。欲しい。来るかな。毛利さん、抜かれた時の表情焦ってた、だって。え、いついつ、いつのやつだろう。 焦っててたた顔してた私でもねあんま焦,焦るってあんまないかもしれない焦ることそこまでない明日はオンライン話会を頑張ります頑張りますっていうか普通に楽しいから頑張るも何もないんだけどさ イソップギフトがいいねだってえ欲しいなんかプレゼントだったら何でも嬉しいんだよなこんばんはこんばんは昨日のスタッフ投票のやつああ誰だみたいなじゃん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 みたいなやつの時え あんまあいつ来るかなって感じで待ってたら自分に来たって感じ <laughs> かいささんんありがとうございますうみさんお風呂スピーカーとかええー、欲しいお風呂スピーカー欲しい私お風呂私音楽中毒者だからさ一生音楽聴いてるんですよ暇な時家に帰ってきたらすぐ音楽かけるしお風呂の時もかけるしスキンケア中もかけるし寝る時以外ほぼかけてるかも準備する時もかけてるし ほぼ欠けてるだから私スポティファイのそのユーザーの中で上位でずっと再生してるみたいなパンダホイホイいやほんとブギブギホイホイ的なパンダホイホイパンダ来てほしいパンダパンダなんかこなそうなんかパンダ私のこと嫌ってるわ多分。 うん、やだなんで来ないの来ないかもパンダ来ないよ多分だってパンダさん、私のこと嫌いそうだもんおなかすいた10時までしてたら来そえ暗かな そうあとみんなに報告したいことがあるんですけど報告っていうか超しょぼいことなんですけどねあの TikTok あるじゃないですかあの毎日投稿なんですけどもう毎日投稿この間途切れちゃって途切れたっていうかあの上げるものがあったんですけど踊るやつあのあったんですけどなんか そこまでなんかバズって時時ですその時なんか新しい動画もバズってるとそのプロフィールに飛んだ時に新しいのがバズってなくてもそのバズってる最中にそのなんか適当なものを上げてしまうとなんか結構質が落ちちゃうからなんか今違うなぁと思って1回休んだんですね。1日だけ投稿しないで,で 落ち着いてからまた次の日に投稿したんですけどもその時に毎日動画は途切れちゃったんですけどそうそうでもで今日は投稿せずに今日投稿せずに2425を投稿して2627は投稿せずに28293031を今月は投稿しようと思っていてその理由はあのクリスマスは絶対投稿したくて。 クリスマスマネタがあるから24 25は投稿したくてで今日何で投稿しないかっていうとその今日金曜日だから投稿しようかってすごい迷ったんですけどあの休みだから金曜日休みだから投稿しようかめっちゃ迷ったんですけど今日投稿したらその2425の,のクリスマスの方が多分「いいね」が多い可能性がすごく高くてそう戦略を立ててて。 多分クリスマスのやつが多分クリスマス時期はめっちゃ流れるから今もしいいものをあげても明日まで多分持たないからも,もったいないと思って今日はやめてで2425はサンタっていうかクリスマス系をあげてで26はそのもし2425がバズった時用にあの26までそのバズりを引き伸ばせるために2627は。 投稿せずにで28から31までずっと投稿する理由はあの年末なのでみんなあのお家にずっといるじゃないですかで暇で TikTok 見るかなと思って多分いつもより見る時間が多いんじゃないかなと思って282933 1は毎日、まあ、毎日っていうか4日連続って投稿でお正月も投稿しますでも1月の分はあのまた報告するんですけどどうするか。 そうなんかね本当はもうずっとね、あのー、投稿したかったんですけどなんかやっぱりそのため撮りを一日やっぱ最大でね5本とかしか取れなくてでこの間も取ったんですけどこの間の分はもう使い終わっちゃってで昨日取ったんですけどそれが5本取りだめをしたんですね。でそのうちの1本はもう昨日投稿していてで残り4本なんですけど。 残り四本になってで二十四二十五は明日取るんですねコスプレするからお話会場で二十四二十五の分は取ってで二十六二十七は休みじゃないですかで二十八二十九三十三十一で取りだめのやつを投稿していこうと思っててそう来た？なんでわかんの？え来た？ ええどこでわかるのえ本当だーサンタさん来たーサンタさんかも来た来ま来たーえやったー来ないかと思ってましたイエーイパンダパンダありがとうございますサンタさんだサンタパンダかえサンタさん だろうえっ何だろう,だろうここで発表されるのかなすごいじらされる何だろうどうしようポケットティッシュとかだったらありがとうございますパンダさん公式さんが来るんですねすごい公式マークスすごいえすごい諦めかけてたらえすごい6位にいらっしゃるショールームさん これから抽選をして当たった商品をプレゼントします。ハズレはありません。だって。<laughs> すごっ。ありがとうございます。え、なんだろうポケットティッシュだったらどうしようポケットティッシュだったらどうしよう ?12 月は皆さんお忙しいので疲れが溜まってると思います。癒し系グッズ多め。え、癒し系グッズだってなんだろう抱き枕パンダとかかな パンダ抱き枕とかかななんだろうえ気になるドキドキーすごっえー、パンダだーすごなんだろうポケットティッシュだったら嫌だ嬉しいけどなんだろうなんだろうえ何が抽選で当たるかななんだろうなんだろうざわ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  すごいありがとうございます来てくださって何だろう抽選結果え今抽選して出っしるんだねすごいえな、ー、何だろう何があるかなえ、Amazon、ギフトセット 白ホームケアセットあっびっくりしたもうめちゃ当たったかと思った今「エソップのギフトと白のホームケアセットめちゃ当たったじゃん」と思ったら違った中でもパンダおすすめなのがスタッフセレクトのパンダグッズお欲しい商品はありましたかだってえ白、ー、のホームケアセット欲しいですでもうん 白のホームケアセットが欲しいですいい匂いそうでも全部これ素敵ですね全部素敵なセットです欲しい商品全部欲しいですさて欲しい商品は当たるのか

まだガラガラしてくれて。ガラガラガ出ました。なんだろう。私のクリスマスプレゼントは。何なのか。スタッフおすすめ商品なのか。それとも。私の白ホームホワイトニング。ホワイトニングじゃないやホームケアセットなのか。ラッシュバスボムセット。ええー、すごーい。ラッシュのバスボムだ。すごい。 ラッシュ私大好きなのラッシュすごいありがとうございます当選ありがとうございますえすごーいああありがとうございますありがとうございますバスボムセット大切に使いますコンサートの前とか公演の前とかにお風呂使いますありがとうございますありがとうございます嬉しいたくさん使います すごいバスボム配信ありますかだっていやそれはちょっと公式さんにぜひ聞いてください良かったですえ本当にありがとうございます嬉しい特典は後日発送させていただきましたすでありがとうございます楽しみに待っておりますサンタパンダのプレゼント企画ご参加ありがとうございますありがとうございますこちらこそ楽しい企画を 考えてくださってありがとうございますこれからもよろしくお願いしますすごいラッシュのバスボマ撮ったえすごいこれえ結構普通に嬉しい白より嬉しいかもしれないそれでは失礼しますありがとうございますこちらこそありがとうございました楽しい時間をえすごい視聴者プレゼント <laughs> <laughs> ないよ視聴者さんはないね私が写真を送るえラッシュ高いよ結構だって1個のさバスボムで800円とかするもんねえー、すごいすごっイエーイクリスマスプレゼントゲットえ普通に嬉しいんだけどあああああ普通に嬉しいラッシュのバスボムすご すごいね、ラッシュのバスボムセットすごいえやったライブタグつけてありがとうございますえみんなが教えてくれなかったら私タグつけずにずっと配信してたわ5000円はしそうえしそうえめっちゃ嬉しいんですけどありがとうえ嬉しいえ普通に結構 すごいえ普通にすごいねこの子でいいやって感じで決めてくれたのかえ本当に来た嬉しい嬉しいですタイトル変えるあ確かにタグもね消した方がいいよね多分タグ消します消去えすごい来た本当に。 ありがとうまあみんな私の手元にねラッシュちゃんが届いたらみんなに写真を送りますそういやありがとうございますなんだっけあそうそう TikTok だからとりあえず今日はないですないですえー、すごい面白かったえー、すごい配信がめちゃめちゃにぎわいましたね面白い 本当にその場で抽選するんだすごい本当に来るんだパンダパンダ本当に来るのすごいなえー、なんか素敵なクリスマスになるわだからなったわえー、なんかもうクリスマス終わったかも今えー、すごい嬉しいえ嬉しい普通に嬉しい じゃあね明日お話し会頑張りますか頑張りますかってか頑張ることはないんだけどさ楽しいから来てねみんなぜひねまだ明日明日,明,日明後日が本番ねクリスマス本番ですよね明日楽しみ今日はもうね11時には寝るよまず 配信終わるやん。そしたらご飯をママに聞いて食べて、お風呂入って、すぐ寝ます。髪を乾かして、十一時半までには寝ます。十一時半までには絶対に寝ます。はい。十一時半までには絶対に寝ます。みんなぜひ。 明日よろしくお願いします。11時にはね、えー、そう、みんな早めにねよ。今日はアイシャドウピンクです。ピンク。じゃあ、ランキング読もうかな。結構ね、え、配信してよかったわ。13位、すぎりんさんありがとうございます。12位、マックスさんありがとうございます。11位はセッキーさんありがとうございます。10位は幻さんありがとうございます。 九位はカイさんありがとうございます八位は天守閣さんありがとうございます七位は YSA さんありがとうございます六位はドサンコトントンさんありがとうございます五位はオタさんありがとうございます四位はぶけにゃんさんありがとうございます三位はウホウホホさんありがとうございます二位はライムさんありがとうございます一位はカークダイさんですありがとうございますえ〜えー、本当にみんなとあのサンタさんパンダさん着てサンタパンパンダサンタ 一緒に遭遇でできてよかったですじゃあとりあえず今日は TikTok 投稿あのなしであしたあさってが2日連続でサンタ系サンタのコスプレとかで、まあ、クリスマス系のことをあげるので楽しみに待っていてくださいそして明日えっ、ー、とよろしくお願いしますバイバイおやすみ <laughs> バイバイ 我也是。